ーにお任せ。知る人ぞ知るコウモリ界のゲームオタクさ、よろしくね。さて、新作から注目作品までバッチリ紹介しちゃおうというこの PC エンジンパーフェクトビデオ、最近新規参入メーカーも増えてきて、いよいよ盛り上がってる PC エンジン市場だけにソフトのラインナップも豪華絢爛。早く注目ソフトの情報を知りたいと思ってる君、このバッテリーにお任せあれ。新作だけでなく最新裏情報まで全部見せちゃうから期待してよね。ところでその気になる裏情報なんだけどさ、ここだけの話、すっごい情報が入ったみたいなんだ。あんまり大きな声じゃ言えないんだけど、実は今回特別に業界の情報通に集まってもらって秘密パーティーをやったんだ。そこではヤバい発言、危ない発言が続出。その一部始終を収録したのがこれからお見せするゲーム業界人覆面座談会というわけ。とにかく危険な話がてんこ盛りだから、ボリュームを小さくしてみてくれよな。それから PC エンジン関係者の人は絶対見ちゃダメだからね。それじゃあ早速行ってみよう。ゲーム虎の穴が密かにメーカーに潜入させた秘密工作員、彼らは X の指示のもと日夜クソゲーを作り続けていた。そして今夜久しぶりの報告会がここに開かれようとしていた。というわけで、我がゲーム虎の穴の優秀な秘密工作員の諸君、3年か4年ぶりでござるか。それぞれいろんな大手のメーカーとかに潜入してたな。面白いゲームは作ってねえだろうな。おーとかうーとか言え。みんな NEC は嫌いだろうな。大好きなんだ。高卒が取れていない。そういうわけで、まず最初はな、容量無駄遣い対象部門。容量無駄遣い対象部門ということでな。はい。ほらな、怒ってんね。いかに容量を無駄にクソのように使っているかというナイスなソフトなわけだな。報告によると、4番と6番からな、ホーク F123 といってもあんまり知らねえだろうが、パワーゲート2という風に言った方が早いが、これ報告上がってるが、4番6番。前回のパワーゲートもすごかったが、今やり込んでる。すごかった。やり込んでる。やり込んでるか。やり込んでる。すごいだろ。もうすぐエンディングいけんだけどね。すごいね、技術力があるね。うん、これは一面でも できなかった。それは、いや、できないという以前に、あの容量どこに使われたんだ。あの容量、その秘密的なところは使われたんだ。CD 音源と言ってて、実は FM 音源で載せてる音だ。あ、そうか、そうか。音が全てってやつかな、これは。この前、わざとやってんのか。フォーク F123 はヨドバシで、ご自由にお取りくださいのところにあったぞ。ご自由にお取りくださいのところ。そこはポイントだから。980円とかそういう問題じゃないっすよ。でもこれ X もやったかな。これ時期と球の速さが一緒だな。これは困る。追いつかない。球の方が速い。球の方が。時期と球が区別がつかない。つかないか。要するに球がビュービュー飛んでくれば、自分がどれかわからないっていう。高度だ、これは。な、プレイヤーもやる気なければ敵もやる気ない。それは言える。優秀、これは優秀だよ。こういうどんどん容量の無駄遣いをな、今後やってもらいたいわけだからな。他にあるか、こういうなんかクソ味噌に容量を無駄に使って、あのチップを足らなくさせているというような。な、3番あたり作ってねえのか、最近は。そういううちですか。うちはしょっちゅうですよ。しょっちゅう。3番はあれだな、よくわけのわかんない、周辺機器を作るな。うん、ゲッ。あの辺はどうだ。でもうちはセガファルコムですよ。信じちゃいかんぞ。そう、7番どうだ。容量無駄遣いはやってないか。やってるな。やってるだろ、お前のところは結構。普通やるでしょ。やるだろ。基本ですよ。いや、ただ、7番のソフトに関しては、1個のものの容量は無駄遣いしてないけど、うん、受注より多く作って勝手に問屋に突っ込むのが容量の無駄遣いですよ、ね、そうだな、それは問屋の無駄。そうだな、これ営業マンの無駄だぞ。もう7番と N 社は典型的。ほらな、怒ってんだ。よし、次はな、コストパフォーマンスが悪いぞ大将ということでな、要するにお金の割には中身が全然ないとかな、そういうやつだから。これもな、報告によるとだ、4番からな、ちょっとあんまりビッグなんで X も申し出てるから、逆に読むとラワヤ、ラワヤだぞおい。
いや、うちのランマとだってタミヤ貼ってた。うちのランマだよ。吉田バカだやったな、今のは。今のはちょんぎらないからな。それからだな、X の方からのコストパフォーマンス割と大賞ということで、トップを狙えっていうのがあったな。言っちゃうけどな。まあ、あんまりしがらみはねえから言うけど、リバーヒル、リバーヒルソフトっていうのが、トップを狙え。な。あれ、あんたどこ作ったんだっけ。いや、リバーヒルって言ったのになんでうちかな。デジタルコミックはね、某一社が全部作って、一緒になったらいろんな会社に売りさばく。そういうやつか。ちなみにトップを狙えばな、2時間で終わってしまうんだな、これがな。ビデオを見た方が早いってますね。要するにビデオからほとんど画面取り込みして、なんか、あの、ところどころ絵が見えねえとか、汚ねえとか、なんかそのままやってんだろ、これ。あ、やっぱりそう。どうなんだろう。一番容量食ってるところはですね、うん、リードエラーです。あの文字。ということは容量無駄遣いもやってるわけだな、これはな。名指して言っちゃったけど、でも面白いかもしんないから変えよな。ほらな、怒ってね。難易度設定悪いぞ大将ということでな、要するに非常に難易度が異常に難しすぎたりとか異常に簡単すぎたりとか、そういうようなやつだけれどもな。デジタルジャンプ、デジタルジャンプが行きたいな、6番。ちょっと報告しよう。デジタルジャンプはもう、何年前だ、あれ。もう、3、4年前。やばいな。バブルの伝説。具体的に言うと、スプライトは手と敵だけだっていう。うん、もう、あれ、手が止まってて、手だけ動く。すごいなぁ。すげえ手が動く。まあ、とりあえずその時代は何でも出しゃ、とりあえずそこそこ売れたってやつだな。敵が4人しかいなくて、4人目倒すとまず最初の敵が出てきてる。エンディングらしい。エンディングもないのか。もうドンキーコングと同じ。ドンキーコングか。4人で一周。なるほどな。あと X の調べた資料によるとだな、ジェノサイドというのがな、なんか時期がやたらでかくてな、その代わり、えげえ動きが鈍いっつうなんかゲームらしいんだがな、このジェノサイドについてちょっと誰か。どこのゲームですか、それは。あの、B 社ですね。B 社 ?B 社。B 社。あ、そうそうそう、B 社、B 社。あれ、潰れたんだっけ。あたなんか、あの、ほとんど今、電話かけると B 社はなんか、アルバイトの留守電になってるって話。そうだそうだ。留守電。ということは、あれか、一人で広報から開発から全部やってるわけか。全部。エマちゃんもやってる。すごいな。それはすごいかもしれない、逆に言うと。逆にすごいから。すごいわ。ぜひ、我が社に。ちょっと1番とか5番ちょっともう頼むよ、お前らな。酔っ払っちゃった。1番な、スダと喋るんだけどな、最近結構な、なんかゲームの審査員とかやっちゃってな、ちょっといい気になってるらしいよ。で、テレビ番組とかでな、なんかあの辺の出てるな、タレントとかなんかな、デートとか。なんか変な社長だって入ってるらしい。水晶玉組み合わせ。そうそう、怪しい水晶玉を今販売してて、結構ゲームからもらったのに嫌われてる。あれでエースが治ったの、4番欲しそうだね、やっぱり欲しそうだね、やっぱりね、やっぱりね。あー、危ない危ない。いいのかな、こんなの公開しちゃって。女知らないと。ちなみに後半ではもっと過激なパート2もあるらしいんだけど、ちょっと不安だよな。さて、というわけでこれからはいよいよお待たせの新作レビュー。新作ソフトの全てを隅から隅まで見せちゃうから、じっくり見てよね。ゲームの観察をしてくれるのはもちろんおなじみ、ゲーム虎の穴のプロゲーマーたち。見た目はちょっと普通じゃないけど、レビューの方が的確、なおかつシビア。きっと参考になると思うよ。それではゲーム虎の穴の皆さん、よろしく。ミスター X、 ゲーム虎の穴総統、プロゲーマー界のドンとしてテレビ雑誌などあらゆるメディアで活躍中、シューティングレーシングゲーム担当。インドマン、業界初のインド人ゲーマー、口から火を吹きながらゲームをするので有名、アクションスポーツゲーム担当。鈴木美香、ゲーマー界のアイドルとしてカルトな人気を誇る、デビュー曲は猿の腰掛け音頭、アドベンチャーパズルボードゲーム担当。渡辺浩二、テレビ東京バーチャル情報局に入党評論家としてレギュラー出演中、 RPG シミュレーション担当。皆さんもお久しぶりでございます。私がミスター X でございますけれども、お久しぶりでございますね。何言ってんだか分かんないですけどね。というわけで我々このゲーム、虎の穴努力地ゲーム集団、ゲーム虎の穴でございますね。これから PC エンジンのゲーム批評を辛口甘口取り混ぜて行いたいと思いますけれど、皆さんいかがでございますか。ヒロ先輩
久々の出演、はい、やめてください、やめてください、はい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 、久々の出演なんで皆さんちょっと盛り上がっておりますけれども、それではまず最初のレビューの方行っていただきたいと思います。まず一発目は PC 原人シリーズの最新作 DC 電人でございます。10人の仲間と共に悪の科学者タマーゴ・サンドロビッチ伯爵を倒すというコミカルシューティングでございます。今ねキャラクター変わった。はい、電人はいくつかの特殊能力を持っております。例えば一人で戦っている時はアイテムを取ることによってオプション攻撃が可能になりやす。仲間と戦う場合にはニコちゃんマーク7個集めて合体攻撃でございます。ちなみにパワーを充電して発射する電人の必殺技はうんちボムというのでございます。汚ーい。スーパーシュバルツシルト2。エミリア、軍事開発局に制圧艦隊を派遣しろ。よろしいのですか。レジスタンスどもを一掃し開発局を奪取する。施設に対する多少の損害は考慮せずともよい。は。というわけで、アニメの技術にも定評がある高画堂が作ったこのゲーム、前作を知らない人に言っておきますが、決してデジタルコミックじゃありません。これがなんとシミュレーションなんです。ほ、本当に。ストーリー重視型のシミュレーションを考えたらこうなったという感じでしょうかね。シナリオシミュレーションって呼んでるそうですよ。宇宙を舞台にした戦争ものか。ところでタイトルなんだっけ。スーパーフローハーハー。言いにくいっすね。桃伝のサブキャラたちが主人公の RPG 桃太郎伝説概念第1集。ゲームボーイからの移植なんだけど、アレンジを加えた3つの短編ストーリーが楽しめんだよ。浦島伝説、やさ姫伝説、そして貧乏神伝説の3本です。そう、貧乏神が主人公なんて笑っちゃうよね。でもね、桃伝は人気ゲームですからね、サブキャラの隠れファンも多いみたいだし、喜ばれそうな気がしますね。そうね。それに第一集ってことは今後も期待できちゃうね。超時空要塞マクロス、永遠のラブソングでございやす。アップルリーダーへ、目標は敵偵察艦です。戦闘空域到達まであと30秒。敵の迎撃を展開中。アップルリーダー了解。そろそろ戦闘空域だ。2名アタックで敵の抵抗はほとんどない。無理はするなよ。全29話という壮大なストーリーで構成されたシミュレーション RPG でございやす。10人のキャラクターを成長させて宇宙の平和のために戦うんでございますね。戦えば。この気のない返事をやめていただきたいでございます。アニメファンはぜひやるべし。お次はボンバーマン93。新しく対コンピューター戦がついて一人でも対戦型で遊べるようになったぞ。仕掛けもたくさんあるようですね。これは爆弾を運ぶコンベアですね。そしてこいつはワープしちゃう穴。なかなか面白いですね。でもちょっと嫌なのがこれ、時間が来ると周りの壁がどんどんプル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 狭くなってきちゃうんだ。あーとか言ってるうちにゲーム紹介の時間切れ。こちらはネクスザール。デーゴザール。射出準備して全身オールフリースラッシャー発進せよ。ご覧の通りシンプルな縦シューティングでござる。とは言ってもストーリーを彩る声優陣は古谷徹をはじめ豪華なメンバーでござるから、まあそこそこの出来にはなっているでござるよ。ダウンタウン熱血行進曲、それゆけ大運動会。位置についてよーい。はい、というわけでゲームの中に出てきた今の声、実はインドマンのスノトキの声なのだ。あんたいつの間にそんなアルバイトやってたのよ。それはさておき、このゲーム最大4人プレイが可能な変則格闘運動会なんだな。街中を走り回るクロスカントリーから障害部屋競争、勝ち抜き格闘大会、そして棒の上玉割り競争と全4種目をかけて国尾くんたちが大活躍。へえ、そんなゲームに声で出演できるなんて光栄じゃない。でもまだギャラもらってないんだけど。木村早くくれよ。上海3ドラゴンズアイ、
マルチタップを使って上海初の最大5人同時プレイを実現させた素敵パズルなんだよ。そんなに大勢でやるゲームでございやすか。あら、そんなこと言っていいの。面をクリアするごとに12人のギャルがちょっとエッチな格好で登場するんだから。やらしてほしいでございやす。今日はあの日なんだよ。あんたじゃなくてゲームでございやすよ。ブライ2闇皇帝の逆襲。ご丁寧にゲーム自らタイトルを言っていただいたこのブライ2闇皇帝の逆襲、ご存知飯島武雄原作のドラマチック RPG ですね。前作に登場した八極の勇士たちが今回も活躍します。飯島武雄は歌舞伎町で活躍中らしいけどな。ビジュアル重視のこの作品、合計100分にも及ぶアニメイベントシーンは見ものですよ。飯島の酔っ払った姿はもっと見ものだぞ。パソコンからの移植、サーク1-2でございます。永久氷壁の中に眠っていた魔人ハドゥーが蘇ったことをきっかけに人間と妖魔の戦いが始まる、アニメーションも充実のアクション RPG でございます。ほうほう、なるほど。それでは早速そのアクションシーンを。あれ、もうおしまい。あとはゲームをやってのお楽しみでございますね。ついに出やしたグラディウス2ゴーファーの野望でございます。アーケード版グラ2の完璧移植として、発売前から話題沸騰だったパワーアップシューティングの本家本元、いよいよ出たんでございますね。BGM まで全く同じというのは感動も。そしてご覧のようなデカキャラもブンブン登場いたしやす。今回はオプションモードとして難易度設定がついておりやすから、初心者からマニアの方々まで楽しめやすよ。ちなみにシューティングボタンの設定まで変えられるんだ。ぶっ飛ばすぞと言っておりやす。ボスキャラも喋ります。とにかくどのステージを見ても完璧なまでの移植ぶりでございます。コナミの実力のなせる技でございますね。あんまり喋っててもしょうがないから、あとはじっくり画面を見ていただきましょう。戦略型シューティングイメージファイト2でございます。このゲームのテーマは愛と青春のハード SF メロドラマでございます。ハードで SF なのにメロドラマ、なんすかそれは。豪華声優陣によるアニメシーンがプレイしているものの感動を誘うらしいということでございます。桂小金次もこれを見て泣いたという噂でございますから、相当なものでございますね。シューティングの部分は割とオーソドックスな作りになっておりますが、ちっと地味のような気がするが、まあ贅沢言っちゃいけねえでございますね。デジタルサンプリングを多用した重低音の迫力が特にすごいって話ですけど、まあちっこいテレビのスピーカーではあんまり効果はないでございますね。5人同時プレイのレーシングゲーム、モトローダー MC でございます。おお、いきなり雰囲気を盛り上げるアニメーション、これは迫力あるゲームが期待できそうでございますよ。よーし、チューンアップもバッチリでございますね。ミカもスタンバイ OK だよ。はい、では行くでございますよ。って、あー、なんだこりゃ、すげえ車がちっこくて見にくいでございますね。こんな狭いとこ走るんじゃないでございますよ。でもね、おまけゲームでサッカーやモグラ叩きもできるんだよ。なんか得しちゃったよね。そういう問題じゃないとは思いますけれども、でもこういうゲームっていうのもやっぱりやってみると意外にいいもんでございますからね。買ってちょうだいでございますよ。スーパーリアルマージャースペシャル、ミキ、カスミ、ショウコの思い出。さあ誰と勝負する。勝負はこれからよ。アーケードの超人気マージャンゲームがついに登場。3人の可愛い女の子がムフフの相手なんだよ。なんだと。ああ、もう辛抱たまらん、早く脱いでくれ。薬杯ってあんたちょっと、いや、これは小学校の学芸会。いや、学芸会じゃなくて、いつ脱ぐのよ。あんまり期待しない方が。女の子しか出てこないアドベンチャー系パステルライブ、プレイヤーは人間の女の子になって地球に迷い込んできた妖精を元の世界に返してあげるというお話。バリバリのシューティングがお得意のナグザットにしては珍しくメルヘンチックな作品ですね。あ、もう辛抱たまらん。ちょっとこれはそういうゲームじゃないんだからね。あら、そうだったの。ピンチの時に妖精ユーの使う呪文がなかなか可愛くて笑えますよ。あのボートは確かレイコ
ユウ、しっかりして。一人が危ない、魔法で助けてあげて。ハミパス、ローレン、ハイタン。シミュレーション超大作、宇宙戦艦ヤマトでございやす。やあみんなこんにちは。私は沖田艦長だ。このゲームはプレイヤーが私になり、古代や島といった乗組員に的確な指示を出してガミラス艦隊と戦っていくというもの。 X、 モノマネうまいじゃん。そうでございやすか。おお島、慌ててはいかん。落ち着いてワープの準備をするのだ。てな具合にでございやすね。いかに冷静な判断をするかが勝敗の分かれ目になってくるって寸法でございやす。危機に直面した場合には撤退する勇気をも持ち合わせていなくてはならないのでございやすね。アニメを見ていた世代には答えられないゲームだね。ガミラス、ガミラス、ルルルルル。ドラゴンスレイヤー英雄伝説2。パソコンで今年発売されて大ヒットした英雄伝説2が早くもスーパー CD ロムロムで登場したぞ。ビジュアルシーン満載の RPG 巨編だ。期待度も大でございますね。このゲームの特徴はフィールド上動き回るモンスターが見えるというところ。 HP が少ない時などは避けて通れば大丈夫。あ、捕まっちゃったでございますか。スライムだからそんなに慌てなくても平気平気。それにしても X がちょっとばかり気になるのはこのサウンドでございますね。この音楽はっきり言ってちょいダサいかもしれないっすよ。細かいこと気にしてたらキリがないから、一応アニメシーンもあるんでお見せしときます。すべては皇帝陛下のご命令通りに進行しております。甘いぞフラッド。井上真美、この星にたった一人の君。ミツバチ学園で選ばれたあのミス CD ロムロム井上真美ちゃんが主人公のアドベンチャーゲームです。そのミス CD ロムロムってなんか無理やりな響きがあるよな。でもってこのグラフィック、妙な味があるでしょ。小学生のいたずら書きかと思ったぜって。あ、嘘、ごめんなさい。多分ね、下手馬の路線を狙ったんでしょうね。でも水着シーンがあるというのにはちょっと期待しちゃうよな。うん、でもね、この下手馬の絵で水着シーンが出てきたら怒りますよ。まあ3本立てのストーリーでね、なかなか個性的なゲームに仕上がってますから、彼女のファンの人は買ってあげてください。そうでない人もこの映像で抜いてください。これスイッチかな。というわけでいかがでしたでしょうか、前半のレビューで。僕はねあのボンバーマン93、あれがねなかなか良かったよ。あれはね、今までにないね最大の特徴がね、対コンピューター戦モードがついたってことで、ね、バトルモードね、そうそう、友達がいなくても遊べるんだよ。流れるような解説でございやすが、孤独を売り物にしてもしょうがないと思います。いやだけどね、あのね、ラインボムとかね、爆弾ゲイとかね、新しいアイテムもね使えるの増えたからね、なかなかグーだよ。いや、X としましてはグラディウス2、この辺はですね、スーパー CD ロムロムを生かしてですね、異色度バッチシでございますので、この辺はぜひともおすすめしたいと思います。シューティングゲームは今までカードでね、プロデュースとグラディウスを出したんだけど、おそのノウハウを使ってですね、今度 CD でね、完全移植だけじゃなくて、ね、オリジナルの面も入ってるらしいです。コナミさんが PC エンジン市場に参入したということは、これはグッドでナイスなんです。あ、分かれてございますね。でも私はあまりね、シューティング苦手なんだよね。だからやっぱりほら RPG もののブライツ、あれがいいんじゃないかなと思うんだけど、飯島武雄が作った、そう原作ね、したのすごいドラマチックでいいのね。あの大学時代にさ、なんかあの人映画監督目指してた。だからすごいストーリー。でもね、でもその前はね、劇団ひまわりにいたんだよ、あいつ。同期生なんだよ。うそ、ほっといてくれ。片谷飯島武雄、ほっといてくれ。飯島武雄でもいつの人もいるんだけど、そうですね、キャバクラとかで見ますけれどもね。本当はゲーム作ってないっていうね。もうなんかお母さんが作ってるらしい。どんなうちだよ。そういえばさ、あの井上真美ちゃんのゲーム、あれも面白そうじゃない。結構ね、アイドルもののアドベンチャーとしては注目したいんですけど、あの僕ね、あれなんか絵がね、雰囲気があの写真取り込みじゃなくて、絵のデフォルメした落書きっぽい雰囲気がなかなかいいなって。なるほどね。まあそういろいろ出たところで、それでは後半のレビューの方行ってみたいと思います。どうぞ。はい、後半最初はパチンコシミュレーション、パチオくん笑う宇宙。もうおなじみのシリーズでございますね。そうだよね。でも今回は台の種類がすんごくいっぱいあるんだよ。後期台でしょ、デジパチはもちろん、新しく権利物も入ったしね。全部で30種類以上の台で遊べるようになっちゃったってわけさ。
もうミカ迷っちゃう。 X も迷っちゃう。ゲイングランド SX、 ゲーセンで密かな話題となった戦略アクションシューティング。自分のキャラクターを操って画面上の全ての敵を相手に戦う戦略的要素の大きいアクションゲームだ。時々現れる捕虜を救出すると仲間に加えることもできるんですね。どっちにしても出撃できるのは一人だけだからかなり厳しい戦いではあるが、一人で相手を全滅させた時の爽快感は答えられないぞ。動きが遅いですね。F1 サーカス92でございやす。レーシングゲームとしてはかなり多くのファンを持つこのシリーズでございますが、ついに FIA の公認を受けたでございますね。つまり全て実名。92年のデータをもとにリアルなバトルを繰り広げることが可能になったんでございます。ということはウィリアムズが異常に強いってことになるんですね。まあデータ的にはそういうことでございますが、そこはゲーム、もちろんプレイヤーの腕が一番重要であることに変わりはありませんでございます。弱いチームで勝つのが勝負の醍醐味ってやつですね。信長の野望武将不運路、もう言わずと知れた荒野の歴史シミュレーション対策ですね。プレイヤーは戦闘によって自国の領土を拡大していって、天下統一を目指すと。まあこの辺は皆さんよくご存知のところだと思いますけれどもね。新発売の外付けバッテリーバックアップシステムメモリーベース128に対応してるんですね。でもなんでいちいちそんなもん作ったわけ？さあなんででしょう。答えは9分30秒後。じゃじゃじゃん。誕生日なんだ。何わけわかんないこと言ってんのよ。これは人気デジタルコミック魔物ハンターヨーコの続編。主人公ヨーコがゲーム界に起こる様々な異変を解決するワクワクドキドキの話なんだから。デジコミだけにグラフィックの凝り方なんて半端じゃないのよ。前作で好評だった彼女の変身シーンも細かいカット割りでさらにグレードアップ。チャイナドレスもねちょっとエッチでいいわよ。で結局魔物ハンターの誕生日っていつなの？うるさい。メタモジュピターでございます。シューティングに考えられる要素を全て盛り込んだという総決算シューティングゲームでございます。売りは映画に匹敵するような重厚なストーリーってことでございますが、ちょっと言い過ぎじゃないですかね。でもね、音楽をサイズの松浦さんが担当するなど非常に話題が多い作品なんですよね。はい。そして最大の特徴はこうして磁気の形が変形することでございます。ラスタースクロールもぐるぐる回って、あとは予定通りに発売されるかでございますね。頑張れ。環境シミュレーションソフトシムアース、地球の大気、地殻、生物などをコントロールして文明を築き上げるちょっと変わったソフトですね。最初の生命誕生は単細胞のバクテリアから、それをどんどん進化させていくわけだね。神様になった気分でいろんな環境を作り出してやると思いもつかない生物や文明が進化することもあります。ただ8つのシナリオの中には公害に侵され核戦争寸前というものもあって、ちょっと怖いですね。まあ世の中エコロジーだかね、イボジーだかキレジーだかなんだか知んないけどね、そういうブームだからいいんじゃないかい。こういうゲームがあっても大人の方にもね一度やっていただきたい、そんなゲームです。不思議の海のナディアでございます。今から100年ほど昔、とある無人島に流れ着いたジャンとナディア、マリーとキングはその島で数々の困難を克服しながら気ままなその日暮らしの生活を始めました。私この島嫌いよ。え？ねえねえネディア、冷たくて気持ちいいよ。ああ、つい見とれてしまったでございますね。見たまんまのデジタルコミックでございます。対戦型になって復活、バトルロードランナー。アーケードで大ヒットしたアクションパズルゲームの名作が最大5人同時プレイの穴掘りバトルに生まれ変わったぞ。モードは3種類、最後まで生き残ったやつが勝つサバイバル、金塊とはしごを取って一番早く脱出したやつが勝ちのエスケープ、2対2で対戦できるタッグマッチ、これだけあれば一生もんのソフトだね。自分だけのステージを作れるエディットモードもあるよ。アーケードからの移植、コットンでございます。ほうきに乗った魔女っ子コットンを操って妖怪を撃ち落としていくシューティングゲームでございます。
一見間抜けでコミカルなゲームに見えますが、敵キャラの妖怪は薄気味ありやつばかりでございますね。ゲー、鬼太郎の親父みたいなのなんか飛んでる。こんなもんで驚いてちゃいけないでございますよ。次はもっと気持ち悪いオーラ骸骨でございます。やだよ。でもさ、主人公のコットンの声ってタラコさんがやってるんでしょ。声を聞きたい人は挑戦してみてください。格闘ゲームクレストオブウルフ。ニューヨーク市警の刑事ホークとトニーが悪の組織ジャドーに戦いを挑むバトルアクションだ。いやー、これまたファイナルなんとかに似てますね。履いてるジーンズのまんまですよ。もちろん囚われた恋人を助けるという設定までそっくり。全日本そっくり大賞に出場すればコロッケといい勝負かもよ。あ、でもトニーの必殺技はオリジナルだよ。その名もファンキーダンスアタック。ダンスでアタックされてもな。でもいいゲームだから絶対買えよな。少女アクションゲームフォーセットアムール。黒魔術集団ホーリーキャスクに捕まったお姉さんを助けるために単身敵のアジトを目指す美少女。ちょっと際どいコスチュームが魅力かな。へへ、インドマンこういうの好きでしょ。そうでもないよ。でもね、敵のボスキャラも全部美少女なんだってよ。好きです。正統派大型 RPG スタートリングオデッセイでございます。どうでございますかこの音楽。宇宙戦艦ヤマトの作曲者宮川博さんが全46曲を書き下ろしたという超話題作でございます。しかもそのうち4曲はフルオーケストラによるレコーディングでございますね。金かかってますね。で、実際のゲームの方どうですか。はい、100点満点で週の上ぐらいでございますね。わかりやすい説明ですね。こちらもビッグタイトル、スーパーダライアス2でございます。アーケード版のラスタースクロールを完全再現した話題のソフトでございますね。 PC 版だけのオリジナルボスも10種類以上も出てくるんだよね。それだけじゃございません。巨大戦艦は42体も登場でございます。ボディソニックシステム対応だからズンズン腰にくるでございますよ。最大5人同時プレイが可能なダンジョンエクスプローラー2、Qカードで好評だったアクションゲームの続編だな。今回はプレイヤーキャラも増えてマップも大幅に広がったぞ。 CD-ROM の大容量の賜物ですね。でもね、5人の協力プレイって結構面倒ですよ。遅れるやつが出てくるとね。あんまりメンバーに下手なやつ入れるとな。その辺がこのシステムの弱点ではあるが、ゲーム自体は結構よくできてると思うぞ。まあまあって感じかな。ファンタジーシューティングのウィンズ・オブ・サンダーでございます。ゲート・オブ・サンダーを生んだスタッフが総力を挙げて開発した作品だけあって、久々のド迫力シューティングゲームに仕上がってるでございますよ。このゲームの魅力は何といっても巨大敵キャラでございます。このデザイン動きにはさすがの X も脱帽でございますね。バックに流れる強烈なヘビメタサウンドもグラフィックにぴったりハマってるね。はい、サウンド SE も強力でございます。ちなみに次期のアーマーは4種類の中からセレクトできますが、それぞれ特徴ある魔法攻撃が可能でございますよ。これでもうちょっと難易度設定が簡単だったら完璧なのにね。それはインドマンが下手なだけでございませんか。そんなことないよ、結構難しいよこれ。そうでございますかね。てなわけでどちらが正しいかは見てる皆さんに判断していただきたいでございますね。04チャンプ2、国内メーカー9社の協力により実在の最新人気車種50台をフルラインナップしたレーシングゲームでございます。今回はアメリカの20の都市が舞台なんだってね。あれ、あら、これ何。04チャンプ名物おまけゲームでございますね。こいつはかけれず、そして今度は鶏飛ばしゲームでございます。くだらない。 X もそう思いやすけどやってみたいでございますね。21エモン目指せホテル王、藤子 F 不二雄さんの人気漫画ゲーム化作品ですね。スゴロクスタイルのボードゲームなんですけれども、太陽系が舞台になっていますね。プレイヤーはホテル王を目指してシャトルで宇宙を駆け巡るわけです。面白そうじゃんね。リカも早くやりたい。
ていつ出るの？いいゲームを作るっていうのはなかなか大変なことでしてですね。というわけでいかがでしたでしょうか、後半のレビューでございますか。あのバトルロードランナーね、ハドランのインドマンチェック、あのハドソンがボンバーマンと並ぶあの対戦モードゲームとして出していただけにね、あの今までね、あのパズルアクションだったものに対戦がついたというね、これからはね、その対戦っていうのは一つね、ゲームの中でのトレンドとしてね、インドマンビヤーンっていくんじゃないかと思うね。今更ロードランナーでもないような気がしない。違う違う違うか、過去のゲームを全て焼き直して対戦ものにして出したらいいんだよ。だからハドソンだったらバトル桃太郎伝説、バトル桃伝でございますか。すごいよ、戦ったんだ。それはタイトルだけでもなんか期待度大でございますがね。今出さなきゃダメだね。まあ X じゃ対戦ものもいいわけでございますが、メタモジュピター、ああこのゲーム出る出ると言われててなかなか出ませんでございますが、どうなってるんでございましょうかね。やっぱりほら時期がゲームだけ形が変わるでしょ、あれ。シューティングゲームが別に時期が変わるというわけではございませんが、時期が変わるから発売時期も変わるの。ああなるほどね。面白い。時期と時期をかけてかかってるわけでございますね。さあ、そしては信長の野望武将風の私はね、これがね、ついに対策が出た。あ、あれはなかなかいい。すごくね、要素の多い、本当にね、例えば武将の性格とかね、領地の高さとか本当に多いんで、多すぎてですね、セーブができないんですよ。なるほど。それで今まで出なかったんだ。メモリーベース128っていうのは新しい、外付けのバックアップシステムが出たおかげで、それに対応して移植が、なるほどね。ということはナベさん、今後はこういったシミュレーションゲームの移植がボコ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 出てくるわけでございます。必要なあのシミュレーションゲームがね、あれも出るだろうし、マウスも、ね、出ましたからね。あ、来年は実施しますよ。ところで鍋さん、今後の PC エンジン市場、この辺はどのようにお考えでございますか。ね、CD ロムで他のマシンより先駆けてたっていうのかな、すごくポイントだと思うんでね、やっぱりマルチメディアを買っていくようなマシンになっていくと思います。ヒロヨウジさんのね、天外魔境シリーズ風歌舞伎伝だっけ、あれももうすぐ出そうだね、期待大です。あれはもう出したら絶対あのシリーズ出るからね、もうヒロヨウジさん儲けすぎよ、ね、インドマンにちょっとお金くんなきゃね、インドマンね、変な人になっちゃうよ。浜辺のハマグリグリとグラグラタン食べて皆さんお待たせしました、ユナです。やっと私のソフトが発売よ。出てくる敵も味方も美少女ばっかりで、とっても楽しいはちゃめちゃデジタルコミックなの。遊んでくれないと泣いちゃうから。スーパー CD ロムロム用ソフト、銀河お嬢様伝説ユナ、あなたのハートに直撃だ。 By ハドソン PC エンジンデュオ、CD ロムがゲームの世界を変えた。ついに出た NEC のスーパー CD ロムロムソフト第1弾。音楽はサイズの松浦雅也が担当。正統派シューティングゲームの超大作、メタモジュピター。スーパー CD ロムゲームマシン PC エンジンデュオ、 CD ロムは NEC。 NEC もうバレバレ、奥さんにビデオ見せらんないですね。今度は妖刀苦肉ソフト大賞部門ということでな、これ。ほらな、怒ってんだ。頭だけなんかこけ落としっぽくて、その中身が伴ってない、そういうやつのソフトだが、 X の一応おすすめとしては、まずギャンブラー自己中心派麻雀パズルコネクションというのがあるな。これはどこが妖刀苦肉かというと、麻雀ゲームだと思って買うと、これが全然違うわけだな。なんか四川省みたいなゲームだし、そう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 、これは結構な、いわゆる木の芽育成っていうのはキャッチバー的な、そういう感じだがな。麻雀ゲームだと思ってね、ジャンテを買うとね、怒る。ジャンテ物語、それはいい、ジャンテ物語2な、ゲームができるようになるまでね、20分ぐらいかかる。それはマリスだと思って、マリスか。ちょっと兄さんよりも静かだから知らねえんだな、このゲーム。気持ちいいよ、前編後編クリアした。そうか、冗談じゃないっすよ。だってこの兄さんの会社作ったって噂あるもん。ちょっと6番が、これが親父、親父なんで6番ネタだが、なんか天秤の上に物が起こってくるゲーム。あ、あれあれ、いろいろ数がね、あれうち1回来たんだ。4番とか断ったのか。
なんだこのクソゲーム。あーいやでもあれだ、最近なあの6番のところはそういうクソゲー結構集めてるな。うん、なんか流してるのはもしかしたら3番のところかもしれません。3番から都合悪いとボンボン外に流しますから。いやだからな、あの結構あんまりこれは知られてないことだから、3番はいいゲームは自分のところで出すが、クソゲーは他のところにこう押し付けてな、まあ、それを受けて売る方も売る方だが、北海道であのよくわけわかんない小学生連れてきてそれちらに作らせてるってやつがなんか3番やってるらしいから。回れてるぞ7番。7番どうすんだ7番。7番はゲームスクールやらせたら世界中ですよ。でどうなんだ6番の会社は。6番は半券もん取らせれば世界一ですよ。半券もんか。でもそれをなんか利用価値を仕切ってない、うん、それをやっぱりクソゲーにする技術は卓越したもんがあるからな。すごいぞ。何すごいんだ。6番取れてる。6番取れてるぞ。トイレに流してきたんじゃないのかお前。ちょっと話を戻すとな、その妖刀苦肉ソフトでな、武田信玄っつうのも結構な。あれはひどいな。これはな、X はな、買ったぞ。うん、で、あの、光栄だと思ってた、X は。なあ。シミュレーションゲームはあのシミュレーションだと思ってた。シミュレーションだと思ってた。アクションだったっていう。武田信玄が一人で戦うと。あれで、まあいいかアクションだからって。で、山本勘介はいつ出るんだとか言って、武田信玄ずっと一人じゃない。友達がいねえでしょ。そうんだよ。一人で。イメージに勝って。すいません、カット。この話でいいですか。ああ僕はちょっと T さんと知り合いなんですが、うん、一緒に歩いてたわけですよ、うん、東急ハンズ行ったわけですよ、うん、仕事で、うん、そしたら仕事でちょっとお前一緒に歩いてて一緒に仕事行ったの。いや友達なんですけど他のメーカーの、うん、そしたら女子高生とかがあれ T さんじゃないって言って、うん、T さんは聞こえてるけどやっぱり対応できないから知らないふりをしてたんですよ。したら横にいた俺の方を指して隣にいる人マネージャーよきっと。あれなんないっすよ。俺な怒ってんだ。キワモノ企画空振り大賞ということでな、あの X が特にお勧めしたいのはウルトラボックスなんつうのはな、あの UB ガールズって言ったな、あの CC ガールズの偽物みたいなやつ、そうそうそう、それからあとミツバチ学園なんつうのもあったな。キワモノ企画ミツバチ学園、あの井上まみ、井上由美、あれも知らねえぞ。知らん。一応これタレントで、あれはなんかあれだな、某 H 社があのその T さんの嫁さん候補を探すために社長の命で2000人の女を集めて、その中からとりあえずあのピックしたやつらをなんミツバチ学園とか言ってなんか出したようだな。いやごめんなさい、まさにその通りです。ああそうか、聞いた話なんですね。井上真美はちゃんと CM も出てるし、うん、ただちょっと待って、井上真美を調べたが、なんかタクシー協会のキャンペーン CM とか言ってタックンキャンペーンって知らねえだろみんな。いやちょっとそれそれもいいけど、そのミツバチ学園の他のやつはどうしたの。だって一人にあのシャレじゃねえ〇がいたよね、ミツバチ学園。あれ絶対なんか裏があるよ、ね、なんだそれ。あ一人な、一人行に浮いてたやつな。あの真相は何なんだ。3番なんで逆に言いましょうか、ベスト20を選んだわけですよ。19位までは可愛いんですよ。20位からしてみよう、同じだ。じゃあ2000人集めたうちの1981人はあのレベルそうか、これは納得のいく説明で非常に分かりやすいな。極めの企画空振り大賞でサーカスライドなんていうのも撮ったな。売り方が極物ですよね。えこれ本屋でしか売らん、知らねえだろ。これな本屋でしか売ってねえんだよ。レオン君メダルは欲しかったよね。でも本屋にでも本屋に来たらゲームはうちは扱っておりませんって言われましたよ。そうだよな、みんな配りまくってたよね。だからこれ本屋で売ったっていうのは本当なのか。本当です。本屋でしか売らないんですよ。見たことないよ。でも本屋で見たことない。いやだから注文するんですよ。ちゃんと。詳しいな。サーカスライド。だけど実はですね、サーカスライドってタイトルも3回変わってから、もうユーザーも飽き飽き。最初カメレオンアイズっつんだったんだけどな。なんかゲームは結構詳しいね、3番異様に。3番詳しい。俺どうして作ったんだろう、3番。そういうの。でないんです。おらな、怒ってんだ。シリーズものなら何でも売れると思っていい加減なもん作るんじゃない大将部門ということで、これはもうまず東
筆頭としてはあのバリス、はあ、なあ、はあ、4本出てるな。でこれはアニメはまあ結構いいと思うんだがな、いきなりあのバトルシーンになるとあのなんかなんだあれは、うん、どうだバリスは。ただですね、うん、そうは4本出てるとは言いますけど、うん、エグザイル、うん、誰もキャラ変えバリスと同じ。あとサイコドリーム、うん、あのキャラ4本5、6本出してる。要はこういうキャラを作って、うん、全てにフィット。あでも逆にはうちらからあの子供たちのことを全く無視して言わせてもらえば、うん、うまい営業ですよね。あそこ会社の名前もキャラ替えするだろう。コズミックファンタジーなんてのもあるな。うん、うん、これはレーザーソフトか。あということは、いやキャラ替えですよこれ。キャラ替え、いや違う、キャラ替え、キャラが変わってねえもん。社名がキャラ替え、何だよ社名がキャラ替え。ほらな、怒ってんだ。じゃあ、 あのちょっとここでまた戻してな、今度な第7弾、食物なら何でも売れると思ってしょうもないもの作るな大将ということでな、うん、これはもう真っ先にあげたいのはドラゴンナイト2。メーカーさんが NNNチョン A さんだからな、はいですよ、はい、なぜドラゴンナイト2が脱がねえんだったら出すな。あ、乳首が出ない。乳首出ない、反論。はい、3番反論。6番スーパーリアルマジャンに同じこと言ってやるよ。わーい、どういうこと言うか。脱がせるんだ、脱がせるような立場になってから言ってほしいな。スーパーリアルマジャンはちょっと乳首が見えてるぞ。ドラゴンナイト2どころの話じゃねえ、それは。ほら、でもな、あれは完全に騙してるぞ。スーパーリアルマジャンはな、ちゃんとな、お尻も見えてるや乳首も見えてる。なんか2番が目指すしゃべった。2番反論のゲームについて。ああいったね、あの、まあ、青少年の育成に関わること、うちは一切作らないということを公言しております。つまり家庭用じゃと、まあ、ったジャンゴーナイト作ってたねつまり大昔のことを言ってもらえるのですね、もう忘れてしまいました。だから家庭用っていうことを考えると、やっぱり一般のお子さんということを考えなきゃいけない。やっぱりマニア向けということでね、乳首なんか出しちゃうですね、結構女の子が裸いちゃうんです。やっぱりあれなんだよな、 PC なんか X を思うに結構マニア向けにどんどん走ってるわけだからさ、それは H がいわゆる外面の顔でさ、あのファミリー向けのゲームを作る一方でさ、やっぱそういう方向ももっと行かないと PC の業界自体の将来的にちょっとヤバいんじゃねえか、このまんまだから。変なことは出せないと、でいうことで一応家庭用についてはということで、まあよそが何をやろうが、うちはうちということで、まあ、方針を立てた。2番は伝えないぞ、だから打者売れるのに ね、それはありますね、悲しいことだから、で来年出すやつで出てっていうのが大笑い。夜を徹して続けられたこの覆面座談会、お断りしておくが、この座談会の出席者は実在の人物、団体とはものすごく関係があるみたいである。いやどうだったかな、覆面座談会。バッテリーが思うに、世の中には言っていいことといけないことがあるけど、まあ多少の発言はメーカーさんも多めに見てくれるよね。え、許せない、許してくんない、もう困ったな。あー、それじゃあお詫びの意味も込めて、ここで緊急特別企画、バッテリーが暴露する渡辺浩二の秘密、ヒュヒュドドドパフパフパフ。いや実はここだけの話なんでやんすけどね、噂じゃ渡辺編集長って女子高生が大好きらしいんでやんすよ。でいつも市ヶ谷の駅前で女子高生に声かけてはよベローンって出しては喜んでるっちゅう、まったくもう節だら極まりない。っておい渡辺、酒精入れんなよ。くそ、だったらもっと言ってやる。あのさ、ちょっと勘弁しませんよ、今度いい子紹介しますから、ね、思わず。本当だろうな。さてと気を取り直して、今度は名作定番ザ・リプレイのコーナー。今回は GTV が独自に調査した PC エンジン92年の人気ベスト10を紹介するぞ。そしてゲーム産地直送便のコーナーは、あのヒロヨおじさんが最新作天外魔境シリーズ風雲歌舞伎伝について語ってくれてます。果たしてどんなゲームになるのか期待しちゃうよね。
それでは2本続けてどうぞ。ナンバー10スナッチャー、CD ロームの機能を最大限に生かしたサイバーパンクアドベンチャーゲームです。ギブスが本格的に胃を病んでいたのか、なのにクジラ料理を食べていた。これは何かあるな。ナンバー9トップを狙いガンバッサーボリューム1、グリグリ動くアニメーションがゲーマーをびっくりさせました。オリジナルビデオアニメーションを忠実にゲーム化したデジタルコミック。ナンバー8、ドラゴンナイト2。自主規制がかかってしまったのは非常に残念ですけれどもね、じっと見つめてると乳頭がちょっぴり見えてくるような気がする今日この頃です。ひどいことしないで。ナンバー7、コズミックファンタジー3、冒険少年レイ。アニメーションを生かしたロールプレイングゲームシリーズ最新作です。固定ファンの熱狂的な支持を集めています。ナンバー6、スター・パルジャー。ハドソンの数々の名作ゲームをパロッとシューリングゲーム。カラフルなグラフィックにギャグ満載、もちろんマニアじゃなくても楽しめますよ。ナンバー5、F1 サーカススペシャル。スピード感覚が病みつきになる人気レーシングゲーム。サウンドのリアリティもなかなか来るものがあります。ナンバー4、パロディアスだ。あの爆笑シューリングゲームがついに PC エンジンに登場。次のシーンが楽しみでついついのめり込んでしまう、そんなゲームです。ナンバー3、ソルジャーブレイン。打って打って打ちまくるハドソンシューリングの本領発揮。そういえば渡辺はこのゲームで美少女ゲーマーを調教した覚えがあるんですけど、あの子は一体どうなってしまったのでしょうか。ナンバー2、ロードストー戦記。原作はゲーム化要望が非常に大きかったベストセラーです。期待通りの大ヒットとなりました。退治にさ、ナンバー1、天外魔境2、万事丸。CD ロム史上最大のロールプレインゲームといっても過言ではありません。ぶっちぎりのナンバーワンです。次の作品にも超期待したいですね。私渡辺は今広尾おじさんの事務所に伺っております。どうも、どうもこんにちは、よろしくお願いします。あの天外魔境の時も、天外魔境2の時もこんな形でインタビューさせていただいた気がするんですけど、はい、今度は3ではなくて天外魔境シリーズ歌舞伎伝、はいはい、歌舞伎が主人公のゲームということなんですけど、ええ、なぜ突然出世して。めちゃくちゃ不安レターが多かったので、あやっぱり天外2出た後に各キャラクター宛てにファンレターくるんですか。そうですね、中でやっぱダントツ でこれでゲームを作ってほしいっていう話もすごい多かったんですよ。でめちゃくちゃのキャラクターですから、なかなかゲーム作りにくいななんて思ってたんですけども、その中であの、歌舞伎がベラベラ喋るゲームが欲しいっていうのがあったんですよね。それがヒントになりまして、歌舞伎があの僕の夢枕に立ったという。そういう話聞きましたで、なんか俺を主人公にしようって言ったっていう、ね、で書いてみたら実際すごいこう、もう本当にあのスタッフのアイデアの中ではもう月に行かせようとか、もうあのタイムワープをせようとか、そういうアイデアも出たぐらい、あのめちゃくちゃな世界がどんどん広がっていったんで、これはいけるかもしれないな。ただ今回はあのちゃんと京都からやりますけども、あ京都からどっか京都向けな、その辺はちょっと謎ですね。なるほどね、あと、歌舞伎と今回仲間になるパーティーキャラクターにも非常に興味あるんですけど、はい、ゼアミっていうキャラクターと、あの神々ゼアミのゼアミ、そうです、能の、はい、それからあとあの女歌舞伎の方から、はい、あの
の6人を、あ、歌舞伎の創始者って言われた名前を、はい、でそれともう一つあの相撲の方から武州藤山と国技になります。割とものすごい日本的なところを、なるほど、ね、日本的でありながら非常に派手だっていう、はい、歌舞伎の世界が広がっていくわけですね、はい、あの天外1、2とこう来たわけなんですけど、はい、今回あえて番外編という形を取られた意味っていうのは、3はね、あの天外シリーズの完結編のつもりなんですよ。あ、そうなんですか、3で終わっちゃうんですか、ですからちょっと重くなっちゃうんで、時間もかかりますよね。でちょっとあの早くゲームをやりたいっていう、あ、待てないですね、何年も待てないみたいな、多かったんで、少し小さくしてね、力抜いて、で遊びをいっぱい入れたゲームを作りたい、その代わりはちゃめちゃにできちゃうみたいな、はい、あ、歌舞伎はそういう意味ではぴったりかもしれないですね、はい、今実際このゲームどれぐらい進んで、いつ頃になったら遊べるんですか。ね、バトルを今作ってるところなんですけども、今回はあの羽生のサポートチームですんで、あのスタッフが、ちょっと向こうにあるんで、ハッキストとかわかんないんですけども、あの京都のところもほとんど、あ、そうですか、はい、で、あとは今その先のマルヒのところを、はい、今ガチャガチャみんな必死になってるところなんで、はい、春ぐらいには発売できるというような感じなんですか。はい、そのつもりでやってます。ぜひじゃあ楽しみに待ちたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。というわけで PC エンジンパーフェクトビデオいかがだったでしょうか。君の気に入ったゲームはあったかな。とにかく PC エンジンといえばソフトの数も豊富、今後も新規参入メーカーから異色もののゲームなんかが続々と登場するみたいだし、バッテリーもこれから忙しくなりそうだぜ。またゲームの最新情報が入ったらどこよりも早くお知らせしちゃうからお楽しみにね。それからもちろん誰も知らない裏情報もね。てなわけでそろそろお別れの時間、それじゃあまた会う日まで。スーパーファミコンメガドライブパーフェクトビデオの発売中よ。